こんにちは、タケです。タケの180度開脚チャレンジです。この動画は2017年の末までに、180度開脚チャレンジする動画です。結構停滞期に来てるんですけど、やっぱりなんか、やり方は多分間違えてないんで、あとは数ですね。数ってその、やる時間をもう少しやれば、ちょっとなんか変化するんかなと思って最近ちょっと多めにしてるんですけど、微妙ですけどね、徐々になんか変化しそうな感じはします。では、今までどこまでいってるか見せますね。相変わらず結構前はね、結構行くんすよね。下はつくんですけど、やっぱりここの筋肉がちょっと硬いみたいなんですよね。で、お客さんで、医学療法士の方がおるんで、その方にちょっとその姿勢のやつ、姿勢の仕方っていうのを今度教えてもらおうかなと思ってますね。で、結構前とかはさ、同じ感じでこう行くんですけど、問題はこれですよね。いつものこの、これがなかなかね、できるだけこう、この左右と前の練習をして、つつこの、どこですね、開いてこう膝をつけてこう壁があったらこう膝をつけてこう壁にこうつけるように、この辺ですよね。この辺が伸びないん でこれがね、結構だいぶちょっと前に比べたらね、だいぶ柔らかくなってきたんで、まあなんとかね、もうでも5月っすもんね。もうすぐしたらね、5月なんで、あと半年間に合うんかなまあでもちょっともう要は時間かけてやるしかないですね。硬いんでよければこの辺のチャンネル登録お願いします。そしたら、竹の180度開脚チャレンジでした。